最近ニュースなどでよく取り上げられる煽り運転問題。欧米の研究では道路上でいつも起こっていて、強いクラクションを鳴らしやすい人が一定数いることが分かっています。また中国では道路上で激怒して乱暴な運転をするドライバーをロードショーと呼んでいます。この道路上の激怒、ロードレージが様々な交通トラブルや事故の引き金になります。このようなトラブルでは煽る側の車が絶対的に悪いのは当然ですが、できるだけ皆さんが煽り運転の被害に遭わないためにも、今回は車に焦点を当てて煽られやすい、煽られにくい車の特徴についてご紹介します。知っててよかった雑学。煽られやすい車、煽られにくい車の特徴とは。煽られやすい車の特徴。軽自動車や小型のコンパクトカーなどは見た目が小さいということで、なんとなく弱いイメージを与えてしまいます。実際パワーも乗用車に比べると少ない車種が多く、スピードも遅いために煽られる対象になりやすいのです。また高速道路の走行時では速度が出ないため、煽られる機会が増えるでしょう。特に追い越し車線走行時は格好の的になりやすいため、そんな時は無理して追い越し車線を走ろうとせず、一番左の走行車線を走ることをおすすめします。他には EV やハイブリッド車などのエコカーもパワーがないように見られてしまいがちです。軽自動車やコンパクトカーに比べれば煽られる可能性は低いですが、やはり対象となりやすいでしょう。煽られにくい車の特徴。次に相対的に煽られにくい車の特徴についてご紹介します。高そうな外車や高級車は事故になったら高額な修理費用を請求をされるかもしれない、なんとなく怖い人が乗っていそうという心理が働くため、煽る側も多少躊躇します。その他の理由として、煽り運転をする人はほとんどの場合覆面パトカーを警戒しています。実際に使用されている交通取締り用の覆面パトカーはセダンタイプが多く、さらに色によっては本当に覆面かどうかの判別が難しくなります。よく覆面パトカーに使用されている車種はトヨタのクラウンやマーク X、 日産のスカイライン、スバルのレガシー B4 が多いでしょう。ちなみに多くの場合、覆面パトカーのボディカラーはシルバー、黒、白、紺などのベーシックな色になっています。そのためセダンタイプでシルバー、黒、白、紺色の車はかなり煽られにくくなります。特にセダンの中でもトヨタのクラウンが覆面パトカーによく使用されているため、一番煽られにくいでしょう。他には SUV 車は車格が大きく迫力があるため煽られにくい傾向があります。また SUV 車は車高が高いため、煽ろうとして後方近くに寄ると前方の視認性が極めて悪くなります。そのため初めは煽るつもりで近づいたとしても、自分への危険性を感じて煽るのを諦める人が多いでしょう。またスポーツカーもパワーがあり速度が出るため煽られにくい車種になります。しかしスポーツカーの場合は逆に相手も意地になって必要以上に煽ってくることも考えられます。そんな時は決して挑発に乗らず、頭を冷やして冷静に対処してくださいね。いかがでしたでしょうか。研究によれば、自動車の中の人が見える方が見えない場合よりもクラクションを鳴らしにくくなることも分かっています。相手が視界に入り、相手の心にわずかでも共感できれば、人は自分の中の攻撃性を抑えやすくなるのでしょう。しかし煽り運転者は自己中心的な性質の人が多いため、どんな車に乗っていようが煽ってくる人はいます。その時は決してあなたは熱くならず、冷静な判断を取るようにしましょう。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。